03系。それはかつて日比谷線を走り抜けた車両です。長野まで来ていきなりどうした?これから日比谷線に乗ります。どういうことなのか説明してください。今、長野県の権藤駅にいるじゃないですか?はい。だから日比谷線に乗るんですよ。ここまで返答としての体裁を成していないことってあるんですね。次来る列車が日比谷線です。日比谷線こんなんじゃないだろ。これこそ日比谷線から長電に転属した、長電3連系です。帯は赤になってます。前面だけですが。でも近くで見たらそれっぽいような気が。側面帯はそのままですからね。英断チャイムもそのまま使われています。車内の一段 LED もそのまま残されています。熊本電鉄03系は塞がれてしまっているようなので、これは嬉しいですね。塞がれてるよりはだいぶマシだな。ここがどうなってるかだけでも結構印象違いますよね。地下から地上に出たな。ここからは日比谷線が地上を走るんですのね。日比谷線。日比谷線でしたね。お前がそんな反応でどうするんだ。さて、車内の紹介に戻りましょうか。この押しボタンは見るからに後付けだな。引き込まれないよう、ご注意ください。いさらくゆゆきご、強いなれまこきち。車両の製造自体は平成2年近畿車両、改造は2020年、メトロ車両によりますね。平成2年ともなるとだいぶ古い車両だな。モダンな見た目に反して30歳くらいの車両ですね。優先席のモケットです。最近だと赤だけどこれは青なんだな。普通の座席はワインレッドになっています。今更ですがロングシートだけですの?はい、オールロングシートです。改造はあくまで最小限という印象ですね。こんなと田舎に来ても大きな改造はなしなんだな。大改造ポイントは単変性化と方向幕来るから LED 化でしょうかね。細かいところはいろいろありますが、大改造と言えるのはその程度ですかね。向こうには元東急8500系が。これがあいつを置き換える予定なのか?いや、置き換えの対象は同じく元日比谷線の3500系です。くしくも新旧世代交代が同じルート先で行われるのですね。そういうことになりますね。現在2編成が長電で走っているのですが、あと3編成導入されたら先輩の活躍は終了するでしょう。これが別れってやつか。ちなみに座席ですが、バケットシートではありません。でもそこそこ快適。快適なら良かったです。今日はいい天気ですね。美しい車窓が広がっていますね。次の須坂でちょっと停車時間があるみたいなので、ちょっと馬鹿市街灯を見る時間とするわけだな。じっくり見る時間ってわけですね。長電3000系。いかにも後付け感満載だな。あらまあ。03系時代の跡が残っちゃってそうなので、こうしたのかもです。こいつはフルカラーか。違和感ありませんわね。日比谷線時代は幕下3色 LED だったのですが、フルカラーになってもあまり違和感ありませんね。なんだこの宇宙組織のロゴみたいなの。これ長電のロゴです。というわけで小布施に到着です。長野方面へ向かう先輩の日比谷線。久々に先輩との再会ですね。でもこいつも後輩によってまた長野で置き換えられるんだな。それを背に信州中野方面へ向かう日比谷線。今後はこの車両が長電のエースになるでしょうね。今日比谷線で走ってる車両も、いずれはここにやってくるのでしょうか。その可能性もなきにしもあらずですね。やっぱり装いを新たにした3000系もいいですが、先代の3500系に残された時間もそう長くないと思われるので、世代交代の並びを取るなら今と言えるでしょう。とにかく、今後こいつには頑張ってもらいたいな。そうですね。それでは、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見ろよ。よろしければチャンネル